里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ横浜。はい。お早い横浜。横浜ベイスターズからの DNA。はい。はい。99年から。サムネに横浜って出てますもんね。出てるんですよ。そうですね。横浜。はい。こんにちは。こんにちは言わなかったね。あ、言ってないです。はい。こんにちは。こんにちは。こんばんは。どうしたんですか。はい、どうしたんですか。いや、ご飯食べたんでね。あ、そうですね、はい、ちょっとまったりしてますね。そう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 、はい、ということで、はい、はい、99年からだから横浜はね、98年に日本一になって、その翌年からっていうねところで、はい、外国人選手96年から99年までジョー古川さん、はい、今球団多分携わってるんですね。通訳かなんかされてると思うんですけど、であとポゾ、はい、両方無理し無印です、はい、あとローズ、これがローズ、すごいですね。来ました、ローズ。ロバート・ローズ。はい。はい、S6G7 です。こんな数字あるんかって。だって93、93、94、95、96、97、98、99、2000年。2000。8年。8年いたんだ。8年いて、はい、G7。G7。ワオ。ワオ。まあ、G が何か言えないですけど、はい、G7 です。でももう7で7回とか今言っちゃってましたから、うん、なんとなく分かるかもしれないですよね。そうですね。はい、でも G は難しいよ。まあそうですね、うん、はい、で S6、 S6、うん、すごい、すごい、これあれですね、はい、99年在籍した選手からの2020年までの最強外国人できますね、はい、あ、そうですね、うん、全球団の全球団、うん、今ローズですね、はい、もう完璧ローズです。だから長年ずっといなきゃいけないしね、はい、長い期間、うん、なかなかね、しかも結果を出し続けるってものすごいことですよね。そうそうそう、2000年、はい、メローニ、うん、ペタンコート無印、ズーバー、ドスター、サンダース、無印、うん、はい、ピッチャー、バワーズ、ホージマー、無印。わあ、2001年全員。だからちょっとここら辺やばいですね。はい、で、2002年、うん、野手、グラン、ロドリゲス、ヤング、うん、無印、はい、ピッチャー、ドミンゴ、D、ホルト、D、うん、ターマン、無印です。はい、ここら辺からね、うん、ちょっと低迷がね、続いていきそうな予感がしますよね。はい、で、2003年、タイロン・ウーツ。おお、ここで来ましたね。S2 の G です、うんうんうん、でも2年間在籍してなくて、はい、でここからドラゴンズに強奪されます、はい、そういうことか。そうなんですよ、はい、だからせっかく見つけてきたのにね、韓国野球から、はい、残念っていう。まあそうですね、はい、でコックス無印、うん、でピッチャーギャラード、ホワイトサイド、はい、でギャラードが D、 ホワイトサイド無印、うん、で2004年は野手の外国人取ってないです、はい、そう、タイロンズいるんでね。そうですね、まだこの年までいるんで、そうそう、取る必要ないんで、はい、でピッチャーマレン、D、うん、バワーズ、ウォーカー、無印です、うん、はい、で2005年ウッズがねいなくなって、はい、でここら辺もね、うん、野手田村、金城、村田とか、うん、結構野手集めいるんですよ、佐伯さんとか、はい、日本人で、はあ、だから多分外国人のバッターそこまでいらないなっていうところで、うん、ウィット来ます。ウィット、はあ、無印来ても、はい、でピッチャー、はい、クルーン、うん、BB です、はい、はあ、ジャイアンツにね行った守護神、うん、100、はい、僕クローンの159キロ打ってますからね。ああ、そうなんです。ヒット、うーん、めちゃくちゃ速かったんですよ、ね、人生最速です、打ったの、はい、僕が、で次ホルツ、 D、 ベバーリン、ソニア、無印で2007年からディアス、 C、はい、でマット、ホワイト、チアソン、ウッド、ヒューズと2008年にかけて無印、はい、これピッチャーものすごく取ってますけど、はい、野手ほとんど取ってないですね。そうなんですよ、だからそこの村田とかね、うん、そういったところで回せるから、はい、無理に取んなかったんですか、まあ、外国人いなくてもっていう。そう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 、うん、それだったらピッチャー欲しいっていうところで、はい、だってもう 1,2,3,4,5,6,7 人取ってんよ、はい、ディアスの C のみっていう、はい、なかなか厳しい状況 で、はい、で2008年 JJ ファーマニアック、うん、ビグビー無印です無印、はい、だから打者はここまで約10年ローズとウッズだけです。はい、まあでも他がほぼ無印じゃないですか、はい、だからきついですね。 A とか B とかもないんですよ。いないですね、こうドーンかドーンみたいな、はい、真ん中にいないっていう、柱2本とあと全員無印、うん、だからちょっときついですよね、はい、だからこれちょっとね横浜が低迷する大きな要因ですよね、はい、しかもウッズがいなくなってからの2005年から打者ほぼ厳しいですよね、外国人選手、はい、いないですね。ピッチャーも A いないですからね。あとほとんど D ですね。ほとんど D なんですよ、はい、D は、うん、うんっていう感じなんですよ、まあ、一軍にはいますよね、うん、一軍にはいる、はい、けどうんっていう感じなんですよ、うん、はい、で2009年打者ジョンソン、はい、C、うん、でここからピッチャー、ここからね、はい、悲劇のピッチャーロードっていうのが始まるんですよ、はい、いいですか、はい、じゃあ2010年の打者いっておきましょう、はい、先に2010年打者がカスティーヨ、
C、はい、これはロッテにも来ましたけど、はい、でスレッジ B、これ日本ハム問題で、はい、お金の問題で契約が揉めて、はい、で DeNA に来て、うん、で B です。はい、ハーパー無印、はい、でここはちょっといいですか、はい、暗黒時代、はい、じゃあ私聞いてますねずっと声で、はい、だからねぶっちゃけ2006年から暗黒時代始まってます。はい、2006年からベバリー無印、ソニア無印で、2007年入ってディアス C、マットホワイト無印、2007年チアソン無印、2008年ウッドヒューズ無印で、2009年グリーン、ウォーランド、マストニー、ランドルフ無印、2010年ワン、ブーチェック無印、11年チェン、ブランドンマン、ハミルトン、リーチ、ゴンザレス無印、12年アルバラード、マレイマー無印っていうところです。はい、何人無印言ったんですか。2006年から言うと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20人無印です。これはやばいです。あとですよ、もっと言ったらですよ、はい、2000年から12年まで、はい、約12年間、はい、B クルーン以外ほぼダメです。本当ですね。、はい、これはちょっとやばいですね。こう今までの中で一番、はい、他の球団もうちょっとね散らばってましたよね。いたんですよ、その中でも、はい、おっとかね、うん、おこの選手、はい、ね、申し訳ないですけどほぼ知らないんですよ僕。そうです、交流戦もやってるのに、うん、で打者、はい、12年ルイーズ無印、サラサ無印、うん、ラミレス、これラミちゃんです。これラミちゃん、はい、はい、で、ブランコ S2G、 おお、まあまあまあ、はい、これはね、うん、今度はドラゴンズから来ます、はい、だからこのブランコでピッチャーの操作外、はい、この3名は同年3人中日からごそっと横浜に来たんですよ、はい、これはね史上初です。そう、 3人が同じ球団から同じ球団に外国人選手が横滑りで移籍するのは初です。へー、史上。そんなことでもあるんですね。お金で揉めたっていうやつです。あ、はい、だからでモーガン無印、はい、だからピッチャーはね2013年ソーサ A、 ソト、うん、無印、ジェン無印、コーコラン無印のモス構想14年で B、うん、で打者は14年グリエル、うん、こう亡命して、はい、キューバから来て亡命してメジャーに行って、はい、アストロズで、はい、ワールドチャンピオンになってます。へー、でバルデリス、はい、CC、うん、グリエルは無印、バルジレス CC、はい、これはね、阪神、オリックス、DeNA で、モスコート B でしょ。で15年、ロベス S2G5、 わー、これすごい、また、はい、これはジャイアンツから、はい、ジャイアンツがロベス切ったんですよね、うん、でそれを横浜が取りに行って、はい、大活躍。いやー、今年で退団ですけどね、うん、素晴らしい活躍、はい、でピッチャー、エレラ B、 ビロー無印で16年、ロマック、エレラ無印よしゅで、ペイトリック無印のザガースキー D、うん、ザガースキーが僕と似てるっていうね、あのここにほくろがそう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 、はい、でブロードウェイ無印、はい、で17番打者シリアコ無印のパットン A、はい、ウィーランド B、はい、で18年ソト、うん、S3G2、 おー、で20年オースティン C、 あ、オースにも C つくんですね、はい、で、ピッチャーは17でクライン無印、エスコバーが A、はい、バリオス無印のソリス、ピープルズ無印です、はい、ちょっと終盤ほら強くなってきたらいない、うん、います。いや、ここの2013年以降ぐらいは固まってますね、はい、だから最近ね、うん、まあ、今年は B クラスでしたけど、はい、ラミちゃん監督で来て A クラス結構いたりとかするじゃないですか、はい、やっぱね、外国人結構大きいですね。ちょっと投手陣12年まで本当やばいですね。はい、そうですね、はい、これちょっと今までロッテ、阪神、はい、日本ハムやってきましたけど、はい、ちょっと悪い感じがしますね。ただですよ、はい、点数出すじゃないですか。 あのビッグな人がいるんでビッグマン点数でもこれね、ビッグマンを引き当てるのも大事だからね。そうですよね、うん、はい、その小物より大物ドーンも大事じゃないですか、うん、はい、点数はどうなるか分かんないですよ。そうですね、はい、じゃあちょっと点数計算していきます、はい、集計します、はい、さあということで、はい、集計発表されましたけども、はい、平均在籍年数は 1.68 人です、うんうんうん、82人取ってるんで、はい、ここまで最多です、はい、ここをどう見るかですね。そうですね、うん、数打ち当たるじゃないですけど、うん、これまたね13回目で
今新たな方程式を思いついたんで、はい、そこで計算して順位がシャッフルされる可能性があります。おー、そうですか、はい、でもとりあえずの順位、はい、とりあえず点数を出すと、はいはい、じゃあ横浜、はい、ベイスターズ DeNA 点数はこちらです。じゃらららじゃん、205点。おお、200いきました。2位ですね。阪神に次いで阪神と2点差。おお、じゃあ今阪神、横浜日本ハム、ロッテ、あ、ロッテがもう4位落ちて、うん、横浜そんなにこう序盤いないじゃないですか、はい、大きい人がやっぱ点数稼いでますね。だってローズ、ウッズ、はい、ロペス、ブランコ、ソト、はい、これ強力や。だってこんなにもいないもんね。いないです、このビッグゲームが、はい、ローズだって、ローズいなかったらね、おー、ローズいなかったらここと一緒ですね。そう、おー、はい、おー、ローズすごい。さあ、ということで、はい、横浜2位ということになりましたから、うん、ね、はい、このまま大、はい、まあ、でも最後シャッフルが今思いついたやつがあるんで、はい、シャッフルがあるかもしれないんで、はい、最後の最後まで見てください。わかりました。じゃあ次はパリーグですかね。はい。